州内のノーサンバーランド郡の位置。郡内のジャクソン郡区の位置。ジャクソン郡区は、アメリカが州国ペンシルベニア州、ノーサンバーランド郡にある郡区である。2000年現在の人口は928人。アメリカ国勢調査局によると、ジャクソン郡区の総面積は36.8平方キロメートル。33.0平方キロメートルが陸地で、 そのうち3.8平方キロメートルが水に覆われている。2000年の国勢調査によると、ジャックソン軍区の人口は928人であり、348世帯、261家族が居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり28.1人である。373件の家があり、1平方キロメートルあたり11.3件の家が建っている。 町の人種構成は98.28%が白人0.11%が黒人内市アフリカ系アメリカ人0.11%がアメリカ先住民0.54%がアジア人0.00%が太平洋諸島系0.11%がその他の人種であり0.75%は根血である。 人口の0.54%はラテン系である。全世帯の32.8%には18歳未満の子供が同居しており、67.5%は夫婦で一緒に生活している。4.6%は夫のいない女性が世帯主であり、25.0%は独身である。全世帯の22.7%は一人暮らしであり、 13.5%が65歳以上である。平均世帯人数は2.58人。平均家族人数は3.06人である。ジャクソン群区の人口は26.6%が18歳未満、18歳以上24歳以下が5.2%、25歳以上44歳以下が28.2%、45歳。 以上64歳以下が24.8%、65歳以上が15.2%で、ある。年齢の中央値は39歳である。女性100人に対して男性は100.4人であり、18歳以上の100人の女性に対して男性は96.3人である。町の1世帯あたりの平均収入は36,528ドルで、あり。 一家族あたりの平均収入は44,091ドルである。男性の平均収入が32,014ドルに、対し女性の平均収入は21,944ドルである。一人あたりの収入は16,039ドルである。人口の15.4%が極貧層である。18歳以下の住民の16.8%、 65歳以上の住民の8.2%は貧しい生活を送っている。ありがとうございます。